富山市科学博物館は、富山県富山市西中野町にある、主に富山の自然の特徴をテーマにした自然科学と宇宙科学を紹介し楽しくわかりやすく学ぶことを目的にした公立博物館。日本博物館協会、富山県博物館協会会員。1976年10月1日に、富山市科学文化センター建設準備事務局が発足し、 1977年1月に基本構想が策定。1979年11月23日に旧富山刑務所跡に整備された城南公園の一角に富山市科学文化センターとして設立された。地下1階、地上3階、東屋2階建て、延べ床面積約5636平方メートルの鉄筋コンクリート造りの建物で、 約2687平方メートルの敷地にて建設された。この時に設置されたプラネタリウムは当時としては最新、最大クラスのものであった。何度かのリニューアルを経て2007年7月13日の大規模な館内リニューアルに伴い、名称も富山市科学博物館に変更し、より博物館としての機能を充実させた。展示方法は体験。 体感展示とし、科学を身近に感じながら学べるようになっている。3階にはプラネタリウムを設置している。2016年12月28日まで隣接して、富山県立近代美術館が所在した。また、2021年3月31日に廃止となった富山支店問題を付属施設としていた。 一階から三階の3層に分かれた展示室は、それぞれのテーマに沿って分かりやすく展示されている。富山県の地形の成り立ちとそこで育まれた自然、生物、またそこで暮らす人々との関わりを紹介。岩石や化石標本を年代別に展示している。また、ティラちゃんというティラノサウルスのロボットも展示されている。 富山県の地形の大きな特徴である3000メートル級の縦山連峰から藍雨と呼ばれる水深1000メートルにも及ぶ富山湾で起こる自然現象を高山、山地、丘陵と平野、河川、海の小ゾーンに分け分かりやすく解説、またそこに生息する生物などを紹介。最新の宇宙の姿や隕石などの紹介、宇宙旅行シミュレーションなどもある。 2023年3月にリニューアル予定。現在のデジタル投影機を新しく更新。新たに工学式の投影機も導入しに期待生とし、2機、組み合わせての投影も可能となる。また座席は新たにペアシート8席、フラットエリアを設けることにより、座席数は206席となる予定である。事業費は3億2460万。 2022年10月着工予定。収蔵品は、学芸員収集品、寄贈品など合わせ、富山の自然に関連した資料を中心に、標本類、約46万点、図書雑誌類、約6万点。主なコレクションなど、富山地方鉄道バス、富山地方鉄道富山機動船市内周遊ぐるっと、バス南回りルート、科学博物館バス停下車と約1分。 ありがとうございます。